じゃあやっていきましょう。で、今回行列の問題ということで、行列の主な解き方って2パターン。1つ目が成分を計算する。もう一つが行列のまま解く。この2種類あります。で、今回の問題っていうのは両方とも値を求める問題ですよね。ということで、成分を使って計算していきましょう。では解説していきましょう。まず条件あを普通にまあ代入して、これを成分ごとに計算して式を立てるとこの4つになります。で、一つずつ見ていくわけですね。まず1番、x プラス1イコール0。まあ、xy プラス1イコール0ですね。移行して、xy イコールマイナス1。で、これと、あることを使うと、x と y の値がなんとなくわかります。これ何かっていうと、問題見てください。x, y, z, w がすべて整数ってありますよね。すなわち、x, y は整数であること。整数であることを使うと、かけて x と y 2つの整数をかけるとマイナス1になるっていうことなんです。すなわち xy っていうのはもう2つしかなくて、1とマイナス1の組か、マイナス1と1の組、この2つしかないことがわかりますよね。かけてマイナス1になる整数なんですから、もう1より大きいが、例えば2とか3にすると、もう何かをかけて1にするって、もう絶対分数小数になるじゃないですか。おかしいでしょ。ということで1とマイナス1っていうことがわかります。で、さらに2と3を見てください。z が入りました。これで z が実はマイナス1って分かります。これなんでか分かりますか？上を見てください。x と y は1かマイナス1なんです。ということは、x は当然0じゃない。y も当然0じゃない。これを使うと、x かける z プラス1掛け算してイコール0になるってことは、どっちかが0にならないとおかしいんですよ。でも x は0じゃない、y は0じゃないって言ってるんですよね。ということで z プラス1イコール0、z イコールマイナス1っていうことがわかります。で、ここで終わっちゃダメなんですよ。ここで終わるともちろんがっさりと減点されてしまいます。それはなんでかわかりますか？今っていうのは 1,2,3 を使って計算しました。これもし4式ありますよね。ここに全部ぶち込んで式が成り立たない場合だって絶対あり得るわけですよ。そうでしょ？なので、これを4に代入して確認しないといけません。xy 代入しました。例えば、ま、掛け算マイナス1ですか？マイナス1。z イコールマイナス1。マイナス1足す1引く1、引足す1イコール0になりましたね。これで成り立つことが分かりました。で、確認したら、確認したこともちゃんと書かないといけません。つまり、ここで、z までマイナス1を書いた後、これらは、4でも成り立つ。必ずこの一言は書いてください。いいですか？確かに答えは 1,2,3 でなんとなく出てきました。出てきました。でも4番も式があるんですから、これを計算しないわけにはいきませんよね。ちなみにですけど、ここはハミルトン定理を使ってやることもできます。多分そうした方も結構おられると思います。で、私はなんでこっちをしたかっていうと、すごく単純だからっていうのと、あとこの整数の下りね、かけてマイナス1ともに整数なら1マイナス1っていうのを覚えてもらいたくて、頭に入れてほしくて一応やってます。で、あともう一個、ハミルトン定理を使うときに、まあ論証がめんどくさいっちゃあるんですけど、ある、2008かな、の東北大学でハミルトン定理、証明なしで使うと減点されるっていうことがあったんですね。まあこれが果たしてどこの大学でもそうなのかっていうと、まあそうではないと思いますし、実際これ富山大学で、まあそれが減点になったかどうかはすごくわからないんですけど、一応そういうこともあったので、ハミルトン定理をあえて使わずに証明して、計算しました。で、ただまあやった人絶対いると思いますし、大事だと思うので、別解としてね、ハミルトン定理は説明します。なんか、この辺にある、なんか、詳しい解説を見るボタンを押していただいて、興味ある人は見てください。では、続いていきましょう。条件 E より、まあ、B 乗イコール E ですよね。ということで、W イコールプラマ1ってなりました。で、条件もう一つありました。何だったかっていうと、X は YW よりも小さい。X は YW よりも小さい。で、思い出してみてください。X イコール、X と Y は1とマイナス1の組でした。で、W はプラマ1ってことです。ということは、X も Y も W も全部絶対値1。ってことは、計算、掛け算してもプラマ1。要は、プラマ1、プラマ1になるわけですから、小さい方がマイナス1、大きい方がプラス1に決まってますよね。x イコールマイナス1。ということは、y は自動的に1になって、y かける w イコール1、y イコール1ですから、w イコール1。ということで、まとめました。以上より、x イコールマイナス1、y イコール1、z イコールマイナス1、w イコール1というふうになります。
で、あと先ほどお伝えした通りです。この括弧1の前半、条件あのところはハミルトン経理使ってもらえます。気になる人は詳しい解説、この辺かどっかにあると思いますので、ボタンカチッと押してみてください。